村上宗隆、速報中、令和初、三冠王、そして、56号、かけ最終戦。2022年10月3日。日本選手のシーズン最多となる56号ホームランまであと1本に迫り、令和初の三冠王も期待されるヤクルトの村上宗隆選手は3日夜、神宮球場で行われる DeNA とのレギュラーシーズン最終戦に臨んでいます。村上選手は、この試合、4番サードで先発しています。村上選手の打席を中心に試合の最新情報をお伝えします。神宮 ?123-456-789 KHE D-020-000-250 や 005-002-790 村上選手打席詳細。5回裏第3打席はファーストゴロ。村上選手の第3打席は1アウトランナーなしの場面でした。DeNA のピッチャーは4回からマウンドに上がった2人目の京山雅也投手。1球目はアウトコース高めのストレートをファウル。2球目は高めのストレートを空振りしてストライク。3球目は高めのストレートをファウル。4球目はアウトコース低めへのストレートを見送ってボール。5球目は高めのストレートをファウル。6球目はインコース高めのストレートを打ってファーストゴロでした。打率は3割1分7厘に。引退表明の内川聖一は5番ファーストで先発第2打席に適時だ。村上選手の直後に打席に入った内川選手は1アウト1塁2塁の場面で、レフトへタイムリーヒットを打ちました。セパ両リーグで首位打者のタイトルを獲得した内川選手、ヒットを積み重ねました。3回裏第2打席はタイムリーヒット。村上選手の第2打席は1アウト1塁2塁のチャンスでした。DeNA のピッチャーは先発の坂本裕也投手。1球目のアウトコースへのストレートを打って、レフト前にタイムリーヒットとなりました。打率は3割1分8厘、打点は133。タイムリーの村上、引退される3人に価値を届けられるように。3回裏にレフト前にタイムリーヒットを打った村上選手は、打ったのはストレートです。今日引退される、内川選手、坂口選手、島選手の3人に勝ちを届けられるように勝てるように頑張ります、と球団を通じてコメントしました。引退表明の坂口智貴は2番ライトで先発第1打席でヒット。近鉄でプレーした最後の選手で最多安打のタイトルも獲得した経験がある坂口選手は、坂口選手らしい、レフト前へのヒットを打ちました。1回裏第1打席はセカンドゴロ。村上選手の第1打席は1アウト1塁2塁の場面でした。DeNA の先発は坂本裕也投手。1球目は真ん中のストレートを空振りしストライク。2球目はアウトコース低めのストレートを見送ってボール。3球目は真ん中付近の変化球を見逃してストライク。4球目はアウトコース低めのストレートを打ってセカンドゴロ。打率は3割1分6厘となりました。令和初の三冠王も期待。村上選手は先月13日にリーグトップとなる55号ホームランを打ち、日本選手では昭和39年の巨人の王貞治さんとシーズン最多で並んでいます。村上選手は最終戦を残して、ホームランに加えて打点と打率もリーグトップで、令和初の三冠王も期待されます。ただ、55号を打ってから先月30日の広島戦まで自身としては最も長い13試合、57打席ホームランを打てておらず、村上選手は2日に甲子園球場で行われた阪神戦を欠場しました。チームは3日夜、本拠地の神宮球場で DeNA とのレギュラーシーズン最終戦に臨み、村上選手は試合前の打撃練習でいつもと変わらず、力強い打球を飛ばしていました。シーズン最多記録を更新する56号ホームランと三冠王の両方が期待される村上選手ですが、打率は3割1分7厘で、すでに全日程を終えた打率2位の中日の大島洋平選手は3割1分4厘2けでわずか3厘差です。村上選手は3日夜の試合には4番サードで先発出場しています。仮に3打数無安打でも最終的な打率は3割1分4厘8毛となり、大島選手を上回ることができます。高津慎吾監督は村上選手の出場や起用について、今日の状態を見て決める。
三冠王を取るチャンスはないので、ぜひ取ってほしい、と話していて、指揮官がどういう判断をするのか注目されます。節目のホームランは本拠地神宮球場で、記念すべきプロ初ホームランは、平成30年9月16日、神宮球場で行われた広島戦。ルーキーの村上選手は1軍に初めて昇格した、その日に先発出場し、初打席でホームランを打つ衝撃的なデビューを果たしました。チームの4番に成長した村上選手は順調に本数を伸ばし、おととし9月に通算50号、4年目の去年9月には通算100号ホームランをいずれも神宮球場で打ちました。5年目の今シーズンも神宮球場で節目のホームランを量産。8月2日の中日戦でプロ野球新記録となる5打席連続ホームランを神宮球場で達成しました。8月26日の DeNA 戦では史上最年少となる22歳6ヶ月で通算150号に到達。9月2日の中日戦では史上最年少でのシーズン50号をマーク。さらに9月13日の巨人戦では日本選手で最多となるシーズン55号を神宮球場で打っています。今季球場別ホームラン数、10月2日現在。神宮球場、本拠地、22本。マツダスタジアム8本。バンテリンドーム名古屋7本。横浜スタジアム6本。甲子園球場6本。東京ドーム2本。ペーペードーム3本。楽天生命パーク宮城1本。合計55本。村上宗隆初出場初打席でホームラン。ヤクルトの村上宗隆選手は熊本県出身の22歳。九州学院高校から平成30年にドラフト1位で入団した左バッターです。力強いバッティングが持ち味で、1年目はシーズン終盤に初めて1軍に昇格してプロ初打席で初ホームランを打ちました。そして2年目にはレギュラーに定着、36本のホームランを打ち、新人王に輝きました。3年目のおととしは全試合に4番で先発し、ホームランと打点で共にリーグ2位の成績をマークしたほか、最高出塁率のタイトルを獲得しました。チームがリーグ優勝と日本一を果たした去年は、全143試合に4番で出場し、39本のホームランを打って初めてホームラン王に輝き、セリーグ MVP にも選ばれました。また、東京オリンピックにも出場して、日本代表の悲願の金メダル獲得に貢献しました。5年目の今シーズンも不動の4番として開幕からホームランを量産し、6月から8月にかけては3ヶ月連続で月間 MVP を受賞。中でも22歳6ヶ月で迎えた8月は、5打席連続ホームラン、史上最年少での通算150号ホームランといったプロ野球記録をマークしました。シーズン終盤の9月も好調を維持し、2日に史上最年少でホームランが50号に到達。13日に日本選手で最多となる55号を打ち、王貞治さんに並んでいました。